おはようございます。ここは東京駅です。今日は何をするの？数を減らしつつある新幹線、2階建て新幹線に乗るという企画です。というわけでこの7時48分発マックス時305号に乗ります。朝早いね。例のサンライズ瀬戸号の動画の後に撮っているため、朝早いのも仕方ないです。東京駅ホームに上がってきました。ところで夏時号ってどんな特徴があるの？唯一無二と言ってもいい特徴がありますよ。ワクワク。やってきましたのは E4 系新幹線。隣には E5 系の新幹線が止まっていますが、それと比べてみると。広いけど、これ以上に。何それ、とっても大きい。これこそ現存する最後の2階建て新幹線、E4 系です。平屋敷の一部にありますが、ここには2階建てとなっています。首都圏の近郊型普通列車のグリーン車は2階建てとなっていますが、あれか似た感じですね。にしてもほんとそうかね。この大きな新幹線も数を減らしつつあるので、乗ったり取ったりするなら今のうちですよ。もろ通勤時間帯ですので、スピーディーに清掃作業が行われます。こんだけ大きかったら清掃も大変だろうな。2階建てで、しかも16両ですからね。というわけで乗り込むそうです。にしてもノルメロンってファッションセンスなんだね。ふざけないでください。私だってファッションにはこだわっている。2階にやってきました。3列のシートと。こっちも3列のシートです。合計6列のシートなんだね。狭くないのかしら？正直に言いますと、結構窮屈です。ですが、この新幹線は輸送力を重視して作られた車両なので、理にかなっているとも言えます。そういやなんか違和感があると思ったけど、肘掛けがないのかしら？座席幅の都合上、肘掛けは省かれてますね。肘掛けがないということは、あれもないってことです。あれって？リクライニングです。2階席にリクライニングは存在しません。そうなんだ。それはそれは。東京発車、次は上野です。このチャイムいいですよね。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上越新幹線 MAX 時号新潟行きです。次は上野に停まります。 E4 系とすれ違いました。この光景もどれだけ続くか分かりませんけどね。網棚も見慣れない番号となってます。A, B, C, D, E の他に F もあるのが個性的ですね。6人掛けならではね。ところでこの新幹線、何人座れるの？16両での運用だと。1634人ですね。高速鉄道においては最大の席数を誇ります。めっちゃ運ぶじゃない。スキーシーズンには重宝しますよ。お、もうすぐ上野が。地下にあるのね。良い雰囲気だね。そうですね。にしても通勤時間帯ということもあってか、思ってた以上に乗ってきますね。足は伸ばし放題ではないですけど、それなりのスペースはありますね。そこはちゃんと考えられているのね。料理は、これが夜メロン。違うむってくれ誤解なんだ。一旦席を立ち移動するそうです。料理が短い螺旋階段を抜けますと、わ、長い通路。2階建てで床下にスペースが取れない都合上、このスペースに様々な機器が入っています。にしても長い通路ね。ここを抜けると別の号車にたどり着きました。まるで 3D ゲームの迷宮に閉じ込められたみたいね。公衆電話も置いてありました。テレホンカードも販売中。ちょっとレトロね。今度は1階席に行ってみましょうか。予想以上に混んでいたのでカメラは下に向けておきます。よく見たらいつも模様が違うね。2階構造の新幹線の面白いポイントですね。この辺に座りましょうか。今頭ぶつけた？ぶつけましたね。1階は肘掛け付き3+2列シートです。良いチャイムね。北陸新幹線でも同様のチャイムが流れます。この電車は MAX 時号新潟行き、次は大宮に停まります。次の駅の案内をしたと思ったら車内の設備情報が流れました。トイレには行く予定なの？一応撮影はしたみたいですよ。そうなのね。それはさておき、未だ3色 LED なのが味がありますよね。言われてみれば最近の新幹線は来るカラーだもんね。
こちらも足をある程度伸ばせるほどのゆとりはあります。こっちにはリクライニングもついてるのね。1階席限定。そういやこの新幹線、面白い座席があるんですよ。なになに？これです。え？まさか。では、座りましょう。なんのこの座席？ジャンプシートという、E4 系独特の座席です。座り心地はどう？これはダーメですね。あらまあ、トイレ移ります。苦手な方は20秒ほどスキップしましょう。これがこの新幹線のトイレなんだ。至って普通の4口トイレね。最低限の設備はありそうだね。もちろんですが、鍵もかけられますよ。閉めるの1回失敗してるわね。また慌てて。そして鍵を開けてトイレの外へ。洗面所も存在します。車内で身だしなみを整えることもできますよ。自身の外見に無頓着なよりメロンはともかくとして、なかなかいいスペースね。そうですよね。では1階に、じゃなくて2階に戻るそうです。よりメロンらしいと思う。ちょっとそれは失礼だ。席に戻りましょう。またぶつけてる。高い場所を走行し続けます。今走っているのは東十条のあたりでしょうか。赤羽の手前らへんね。この辺りではゆったりとした走りを見せます。詳細については後述します。東京駅で買ったこれを食べながら大宮まで移動するそうです。大して距離もないのに。結論から言いますと、到着までに食べきることはできなかったそうです。にしても2階建て新幹線が長い編成を組んで走っていると圧巻ですね。カーブだとそれがよく見えていいね。荒川を渡って埼玉県に入ります。いよいよ東京を脱出ね。となると大宮も近いんだ。もうそう遠くはないですね。そしてまたイオン系とすれ違いました。2階建て同士のすれ違いね。迫力があるね。そういえばこの区間はあまり速度を出さないのですが、それにはちゃんとした理由があります。これは沿線の騒音対策というのが影響しています。新幹線が高架という観点から、沿線住民が騒音問題について反対運動を起こしたそうです。そこで最高速度を時速110キロにまで落として走行しているそうです。ですが、来年春に上野大宮の一部区間で速度が上がるそうです。それは良かったわね。短縮されるのは1分だけですが、重要な1分です。そういえば赤羽から大宮までは埼京線と並走します。ちょうど駅を通過したわね。速度は速いとは言えないけど、スムーズに通過していくね。まもなく大宮です。停車の際、揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。2階建て新幹線ならではのアナウンスですね。これもいずれ聞けなくなるアナウンスなのかしらね。というわけでここで降ります。今更ですが、東京から大宮まで新幹線に乗るメリットはほぼないと言ってもいいです。というわけで降りました。タイヤの時があしらわれたロゴ、いいわね。にしてもこれもまた大きいな。方向幕は懐かしさのある3色 LED。 これも3色 LED なんだ。マックス号が発車していくそうです。紹介はしていませんが、座席数の少ないつらや席も E4 系の特徴です。小さな空間で面白いですよ。というわけで以上、E4 系のご紹介でした。本当にここでか新幹線の何かになんでか下がったわね。近年の新幹線は輸送力よりも速達性が重視されているため、最高時速240キロのこの新幹線は JR 東日本にとって足かせになっているようです。早めの記録がない気がね。そうね。では今回はここまでとさせていただきます。また次の動画も見てね。